この技は逆十字固めからの変化技ですが、相手の腕の筋肉をかなり強い痛みを与えております。これは抑え込みから変化した場合、自分の体重をかけながら、ひねりを入れて、決めております。この技は自分の体を回転させながら決める技ですが、相手が回転をしないと怪我をする場合が多いので、練習の時は十分注意が必要です。ここで回転をします。そして相手にも回転をさせながら、途中で相手の回転を止めて決めます。ここの部分ですね。そして体重をかけながらひねりを入れると。この場合、相手にも回転をしてもらうことが大事なことですね。で、途中で止めて体重をかけて決めるということです。これは先ほどの技の変化ですが、